チャオこんにちは、パスタマニアです。今日はアマルフィ海岸でよく食べられているようなエビとプチトマトを使ったパスタを作ります。これシンプルなんですけども、結構ね、作り方は難しいですよ。難易度は5段階中の4ぐらいだと思いますね。ポイントはコラトゥーラですね。これを使うこと、あとはニンニクとか、まあ、エビちゃんはやっぱり炒め方がすごい大事です。特にエビはあんまり火入れちゃうとダメなんで、まあ、1分ぐらいを目安に作ってみようかなと思います。そしたら多分身がね、柔らかいと思うんだよね。では美味しくできますでしょうか。最後までご視聴よろしくお願いします。
アマルフィ風だと思う理由の一つは、やっぱり今日使ったコラクーラなんですよね。コラクーラは、まあ、片口イワシをぎゅうぎゅうに塩と一緒に、どんどん積み重ねていって、上から重しをかけると出てくる汁なんですけど、まあ、その汁、貴重な汁なんですけども、それをちょっとずつ溜めていった、まあ、金色の液体なんですよね。で、このコラクーラっていうのは、まあ、原料は片口イワシだから、アンチョビと同じわけですよ。だからこれ、アンチョビのペーストとかアンチョビで味付けても、まあ、あんまり変わらないっちゃ変わらないですけども、コラクーラの方が、まあ、なんだろう、こう、凝縮したエッセンスっていう感じで、まあ、ちょっとこう、品があるっていうんですかね。なので、今日はコラトゥーラを使って、あとプチトマトね、コラトゥーラとプチトマトを使ったエビのパスタ、アマルフィ風って感じで作ってみました。実際アマルフィ海岸の方行くとね、言いますとね、伊勢エビあるでしょ、こうでっかい伊勢エビとか、こう直でパスタにして出してたりするんですよ。まあ一回それ食べた時はね、本当にこんなに美味しいパスタがあるのか、それぐらい美味しかった記憶があります。だから、まあ、エビとかアンチョビとかコラトゥーラって聞くとピンとこうアマルフィのあの時のパスタを思い出して、まあ、作りたくなるわけですね。あと最後に今日はバジリコのオイルっていう、そのバジリコの風味付けをしたオイルを使ったんですけども、これ別に特にバジリコ入れてなくてもすごいこう品質のいいエクストラバージンオイルを最後にかけ回すと大変美味しくいただけると思います。今日使ったのは、バジリコのとオリーブを一緒に圧搾して作ったバジリコオリーブオイルですね。まあ、これはとても香りがいいので、最後にこう花を咲かせてくれるような感じです。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。もし気に入っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。あとベルのマークも押してくれるとね、僕が動画撮った時に、それが知らされますので、よかったら押してみてください。それではまた、チャオチャオ、チベディアのチャオチャオチャオ。このバジリコオイルとかいいオリーブオイルとかかけるとね、めっちゃ美味しくなるんですよ。最後にこのバジリコの香りがするとね、うまいんだよね。この皮も食えちゃうね、車エビなんだけど、プリップリ。